今回はですね、7月の14、15日で箱庭物語さんの方でね、イベントをさせていただきました。まあ、様子のね、一部をですね、ちょっとね、動画で紹介していきたいと思います。まあ、14日はですね、まあ、自分が1日箱庭物語さんにいてアルバイトしてる感じで、まあ、来たお客さんにですね、いろいろスイレンのね、接客をさせてもらいました。一緒にね、本当スイレンを選んだりしてですね、めちゃくちゃね、楽しかったですね。お客さんがこういうスイレンが欲しいよって言ったのを一緒にね、まあ、自分のもう携帯とかでね、過去に撮った写真とか見せつつですね、うわこれめっちゃ綺麗じゃんとかね、言ってもらえてね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、本当お客さんとですね、一緒にあれやこれやね、いろいろ一緒に選んで、お気に入りのね、スイレン、まあ、気に入ったスイレンね、買っていただけて本当ね、嬉しかったです。本当もう、皆さんね、2株とかね、3株ぐらいね、バンバン買ってってくれて、いや本当ね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。まあ、接客してね、このスイレンいいねっつって買ってくれるとね、本当こちらもね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、あとはまあそうですね、遠くからね、すごい遠くから来てくれる方が、もう高速使って何時間かけてきたよっていう、福井とかからね、来てくれた方もいてですね、いや、めちゃくちゃ嬉しかったですね。本当ね、皆さん動画も見てるよとかね、言ってくれて、本当にね、嬉しかったです。でね、まあそうですね、初日はそんな感じで、もう個別でいろいろね、しっかりね、お話しさせていただいて、とても楽しかったですね。で、翌日のこれ15日なんですけど、15日はまあ、その植え替えの、熱帯スイレンの植え替えの実演と、まあその後ね、お客さんといろいろ話す機会があって、まあ即売会をね、しながらいろいろね、質問に答えたり、いろいろね、お話しさせていただいたり、しました。で、植え替えのイベントの様子は箱庭物語さんのね、 YouTube 動画でアップするので、自分の方ではね、そのまあお客さんとのやり取りがちょっとね、多分いろいろお客さんもね、かなり質問されてですね、まあ、皆さんがね、聞きたかったこととか、まあ、皆さんもね、疑問に思ってることとかのね、参考になると思いますので、まあ、お客さんとね、どんな感じで話してたかなんかのね、様子をね、この後アップしますので、ぜひね、見てってください。まあ、こんな感じでお客さんと話しながら、スイレン一緒に選んだり、いろいろね、質問に答えたり、お客さんね、やっぱね、いろいろ疑問とかね、質問いっぱい持ってるみたいで、あれもこれも聞きたかったよとかね、言ってくれるお客さんがいて、本当ね、よかったです。じゃあね、どんな感じでお客さんと話したかね、ぜひ、聞いてってください。YouTube の動画に声だけ入っていいですか？声だけ入ってます。声だけです。ありがとうございます。はい。今年植えるじゃないですか、端っこに。はい、はい、はいはい。あれがこっちの端まで行くのは、はいはいはい。いつなんですか？あ、でもね、その品種に。品種によります。品種にやっぱ伸びるタイプと伸びないタイプがあるんで、ハワイアンゴールドは多分いかないです。いかない、いかない。じゃあ来年はほっといていいんですか？ただ春植え替えてあげた方が、その多分ね、伸びないけど脇芽がいっぱい出てくるんですよ、ハワイアンゴールド。じゃあもう一回やり直し、こっちのスタートから。そうね、春先に一回株分けしてあげた方がよく咲きますね、し増えやせます。あ、そう、春先に。そうですね。先までは放っといていいですか？あ、いいですよ。マガンプいっぱい入れてもらってるっすもんね。はい、いっぱい入れて。じゃあ大丈夫です。放っといていいです、あとは。多分ね、いかないんで、そこまでは。あ、そうなんですね。ただ、その脇芽がめちゃくちゃ成長してきて、もう生い茂ってきちゃったら、ちょっと株分けしてあげた方が、その後、ただ今からですもんね。今からだったらもう放置でいいですよ、そしたら大丈夫です。生い茂るっていうのは見たらわかるんですか？わかります、わかります。もう、もっさもさになってきますもん。あ、もう別に掘り起こさなくてもわかる。わかりますね。もうそこから出てきてる。うん、そう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 。もうね、イメージ的にこう、これとかそうなんですけど、こうちっちゃい葉っぱと大きい葉っぱみたいなの出てるじゃないですか。で、これ引き上げてみると、これが多分一番元のでっかいやつなんですよ、ここら辺が。で、こっちにもちっちゃいの出てるじゃないですか、こんな感じで。こっちにも、こっから葉っぱ出てるとかあるんですよ。こっちも葉っぱ出てるじゃないですか。ここら辺も葉っぱ出てるんですよ。そうするともう、そうなんですよ。そうするともうこんな感じで葉っぱがぎゅうぎゅうになってくるんですよ。こうした場合は植え替えてあげた方が花上がりが、親株が花を生かせています。この状態だとこっちのちっちゃい方にも栄養いっちゃいますし、あとこのちっちゃい葉っぱと大きい葉っぱでこう光の取り合いになってきちゃうんです、結局。そうするとまた花上がり落ちてきちゃったりするんで、株分けしてあげるといいかもしれないですけど、でも今購入したばっかだったら全然大丈夫です。来年やればいいです。来年の春、親株はそのまままたそこで終わりなんですか？で、親株はまた植え付けてもらえばまた咲きますし、小株はまた別の容器に植え付けてもらえば増えるし、そっちも育って咲いてくれます。そうです。じゃあもう別に端まで行くとか行かないと関係なくない、ね、春に。そうです、そうです。もう一回スタートか。そうそうです。ただ面倒くさかったり、そんな小株出てないよとかだったら、そのままでも全然。肥料だけ、突き刺してもらえば。突き刺す。うん。大丈夫です。
ただね、ピンクワンダーは伸びるんで、もしかしたら壁に当たるかもしれないんで、ただ今年は大丈夫で、例えばもう9月10月とか、あ、9月じゃない、10月11月のもうシーズンが終わりぐらいにそこまで伸びちゃったら、その時期はもう無理に植え替えせずに、もう冬は成長しないんで、そのまま放っといて、春になったら植え替えとかでも全然大丈夫ですよ。うん、大丈夫です。はい、はい、はいはい、水が濁ってきたら全開って、あ、はい、言ってたんですけど、はい、メダカとか入れてる時って、うん、どうしてるんですか。あ、なんでもう取り出すじゃないですか、ポッ植え付けてあるんで、その鉢ごと、そう、はい、たらメダカすくうじゃないですか。あ、で水、まあ、そうですね、やっぱり、あ、そう、メダカすくいます。メダカを避けて水を吸い取るわけではなくて、あ、それでもいいですけど、めんどくさいじゃないですか。はいはい、だからもうメダカすくった後でもバッサーの方が楽です。赤ちゃんとかがいたりとか、そうそう、細かいし、それだったらもう灯油のしぽしぽで、そこの本能を除去してもらって入れるとかで、そうですかね、うん、そうするしかない。僕はね、めんどくさがりなんで、ね、もうバーってやってバーってやってバーって終わる。メダカがいる場合どうするのかなって思ってて、そう、自分はもうすくっちゃいます、網で。ちっちゃいのがいる場合はもうしぽしぽで、そこの方にね、やっぱ溜まるんで汚れが、うん、そうですね、はい、変えた方がいいんですか、別に水替えですか、うん、いや、ね、睡蓮は別にクソ汚くても大丈夫です。ただメダカがやっぱりね、良くないのと見た目的な問題で、 あと、その植え替えてすぐだとどうしても肥料が漏れちゃったりするんで、はい、最初はそうなんで、その間は結構ね、水替え、全特替えとか9割8割で替えてもらった方が、睡蓮、はいはい、は別に変えなくてもいいんですけど、メダカ的には変えてあげた方がいいです。はい、そうですね、メダカのためには変えた方がいいです。睡蓮は大丈夫です。はい、飼料がいっぱい変えてるから、あ、そうするともうそこの方のちっちゃいそこの方の汚いのを灯油のシポシポで、そうそうそう、やってもらう方がいいと思いますよ。これ会話とかちょっと動画に入れてもいいですか、顔出さないんで。あ、嫌だったら、あ、ありがとうございます、またよろしくお願いします。ちょっと緊張する。え、全然いいですよ、もう。じゃあダメときますね。いいですよ、声だけ出演で、ぜひぜひ聞いてください、もう。全然いいです、全然いいです。声だけなんで、なんかあれですか。もしあれば。あのね、はい、ワガンペを、はい、バイオルスに、はいはい、サンドイッチで、はいはい、上に縛られるっていう、めちゃくちゃ見ていただけますね。やらせてもらってるんですけど、はいはい、唇の年に、はいはい、ひっくり返すじゃないですか。はいはいはい。ただ、マグンプキューと、はいはい、そのバイオリンと上に来るじゃないですか、ひっくり返す。はいはいはい。で、それを再利用したときに、はいはいはい、もうすでにマグンプキューは、その、根っこが触れて、はいはいはい、酸性のあれで、はいはい、ビンさんを、まあ、あれ、はいはい、やってみます。次の年はどうするんですか、その、フルーツ調理をするバイオリン。ああ、フルーツチですか、はい、の処理方法ですか。自分次の年にそれを使う、直接使うと、もうマグアンプ系ダイレクトに、はいはいはい、あ、でもね、意外と多分ね、もうなくなっちゃってる1年で、うん、2年、あ、持たないですね、説明書には2年って書いてありますけど、ハスってめちゃくちゃ肥料するんで、当たった時点で多分一気にもう持ってっちゃうんで、大体植え替える時は多分、あ、でも自分も今年からいっぱい使うようになったんで、多分もう多分なくなってると思うんですけど、自分的にはフル土はもうひっくり返しちゃって、はい、なんだっけ、黒石灰かをちょっと混ぜて、置いといて、それを使うようにするんですけど、そのフル土っていうのは、そのさっき言ったみたいに一番下に芝の芽土、培養土、マガンプ、培養土で入れてるじゃないですか。でそこの培養土の上に次の年は芝の芽土を入れるんじゃなくって、そのフル土か、いろいろ混ざってるフル土をもう入れちゃって、なんか培養土兼芝の芽土兼として使って、その上に新しい芝の芽土で蓋をするみたいな感じでやってるんですよ。そうするとその中層のメインの部分にその培養土と芝の芽土がちょうどよく混ざった、ちょっとだけ栄養があるみたいな層ができるイメージで、下のめっちゃ栄養のある層を、ちょっと栄養のある層を、全く栄養がない層で蓋をするみたいなイメージになるから、それ自分的にはちょうどいいかなっていうふうにいつもやってます。
あ、そうそう。もうごちゃ混ぜ。そう。あ、そうです。中層ぐらいで行くと、まあちょうどいいかなみたいな感じで、ちょっと栄養もありつつ、めちゃくちゃ栄養がある、わけでもなくて、出だしのスイレンとかハスの根がちょっと栄養があるところで当たって育つかなみたいな認識でやってますね。なんでメインはそのフル土になってくる感じですね、2年目以降は。毎年新しい土買ってくる。あ、培養土。あ、そうですね、大体買ってきます。ただその毎年やってると、その今言ったみたいに芝の芽土の新しいのも一番底に薄くと上に薄くぐらいで、あとはフル土でカバーしてるんで、実際はね結構少ないですよね。長くても毎年じゃもう、あ、そうです、僕も 20キロを買ってきて、20キロ4袋買いました今年は業者用のやつが売ってるんで、ネットに20キロを4袋買ってますね。はい、大型のハスですと、はいはいはい、一面が白くなるぐらい、はいはいはい、前に巻き上げてサンドイッチされて、あ、それ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 、それぐらい中粒、大粒っすね、大粒の、はい、もうほぼ、あ、そうですね、そこ、そしたら今年めちゃくちゃでかくなりました。でかいですね今年。通費というかもう一切もうそれで、あ、でもね、一回通費しました。あ、そうです。今ね、6月に一回通費しました。で今7月もやろうかなと思って忙しくて結局やってないですけど、めちゃくちゃもう僕のせいよりでかいです、でかいのが。大型種、あのそこに売ってるあの遊戯ボタンとか、僕ら大根、一点視界とか、その辺ですね、大種か、大成菌かとかはもう自分の生態系でかいぐらいです。普通の化成肥料で人を入れるぐらいですか。いやー、あのね、IB 化成肥料を自分5粒ぐらい入れたかな。まんべんなく。そうですね。でも自分適当なんで、もうこんな感じでやっちゃった。本当はね、多分もしメダカがいる場合は、メダカがいる場合は押し込んだ方がいいですね。そうですね。で、そうですね。ただね、ハス結構ね、水中の肥料も吸うんで、意外と溶け出してもハスは吸っちゃいますけど、ただメダカ的に考えるとやっぱ押し込んであげた方がいい。この縁がこう 茶色くなって徐々にこうこうなっていく、カレーなんですかね。一番あんまないですけどね、の可能性もあるにはありますね。スマホですか。じゃあそうすると、もしかしたらそうかもしれないですね。マガンパ肥料焼けはほとんどないですね、今やってる感じ。そうですね、今はハスをやられてる感じですね。スイレンはまだない。いや、ぜひスイレンもめちゃめちゃ綺麗なんで。この時期はまだ間に合う、はい、あ、まだ間に合いますよ。なんでそのヤフオクで自分売ってるやつだと、はい、もう根っこ全部落としてるんでちょっとあれかもしれないですけど、こっちのポットのやつ買ってってもらって、鉢増しみたいな感じでしてあげれば全然、むしろもうその辺つぼみついてるんで、それ持ってってもらえば多分咲きますよ。なんかね、はい、本当に花が咲かないんです。葉っぱばっかり大きくして。スイレンですか？ハスですか？日照時間と、あとはやっぱリンなんで、あのやっぱマガンプの方がいいかもしれないですね。その培養、あ、リン吸収しちゃうんで、どうしても。そうすると窒素ばっかりになっちゃうんで、結局。そうするとやっぱ葉っぱばっかになっちゃうんで、自分はそのリンがやっぱ40ある。アイビカスじゃないや、マガンプ使うと、まあ赤玉に何個か持ってかれても、その40ある分がね補ってくれるんで、そしたらもう後からでもいいんで、マガンプを、マガンプやっぱ根に当たらないとダメなんで、もう奥の方にマガンプの大粒を突っ込んでもらうとかでもいいと思います。でもこのやっぱアゾ館交配種って言って、熱帯スイレンと耐寒性スイレン掛け合わせてるやつはめちゃくちゃ咲きますよ、ね、熱帯スイレンが花上がりがめちゃくちゃいいん で耐寒性スイレンと掛け合わせてるんで、寒さにも、ね、強いんで、これだと、その辺が。でも熱帯はもう冬越しできないんですよね。いや、できますよ、できます。ちょっとリスクがあるかなって感じですよね。失敗とかするパターンもあるかもみたいな。
の耐寒性はもう放置で全然問題ないですけど、熱帯性は冬でもあったかい場所に置いてあげるとか、ちょっと工夫してあげることが必要ですね。でもその分花上がりはめちゃくちゃいいですね、熱帯性。あといい匂いがします、すごい。こちらアトプカンもいい匂いしますけどね。そうですね、そうだったらアゾプカンがおすすめですね。と、まあ、耐寒性も寒さには強さ、こっちの下の耐寒性。花はだいたい3日間ぐらいですね。でもまた次から次へとどんどん上がってくるんでいいやつ。3日開いたり閉じたりを繰り返してみたいな感じですね。こんな感じでね、お客さんとねいろいろお話ししながら睡蓮選んだりですね、まあ、質問に答えたりしてですね、本当いろいろお話できて楽しかったです。本当ね、イベントに来てくださった皆様本当ありがとうございます。めちゃくちゃね楽しかったです。またね来年の春もねやっていきたいと思いますので、またね皆さんに会えるの楽しみにしてますので、ぜひねまた来てください。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクでスイレン水生植物購入してくださった方もありがとうございます。今もですねヤフオクでスイレン水生植物、絶賛販売中ですので、ぜひねヤフオクカズのメダカスイレンビオトープ検索してみてください。こちらのね箱庭物語さんでも、販売してます。特にですねもう自分のところではね販売してないハスとか、もう販売してないバンコク桜とかサイアムパールとかね、その辺も販売してますので、ラズベリーもですね結構いっぱい箱庭物語さん置いてますので、ぜひね、箱庭物語さんの方に足運んでみてください。イベントの植え替えの実演とか質問コーナーとかはまた箱庭物語さんの方のね YouTube でアップしますので、ぜひね、そちらも楽しみにしててください。箱庭物語さんのね YouTube チャンネルのねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。概要欄の方にね箱庭物語さんの YouTube のリンクも貼っておきます。あとね自分のサブチャンネルのね観葉植物チャンネルもやってますので、ぜひねそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最近ねサボり気味なんですが、またアップするのでぜひよろしくお願いします。ではまた。